このチャンネルなんですけれども、元清掃機器メーカーでお仕事してた私がですね、お掃除に関するお話をさせていただくチャンネルとなっております。今日なんですが、トイレのお掃除に関しての動画を撮らせていただきます。で、お題としてはなんですけれども、洗剤になります。トイレって、まあ汚れによって洗剤をですね、大きく3つ使い分けることになるので、そこのとこの解説と、あとそこごとにおすすめの洗剤を3つご用意したので、順番に解説していこうと思います。まずなんですけれども、トイレのお掃除に関しては、大きく分けて2つなんですよ。清掃の方法が2つあるんですよ。まず、一つ目が、まあ、毎日、もしくは週1ぐらいである日常清掃と言われるものです。もう一個が、がっつり固まっているような汚れ、後ろの方にこびりついているような、がっつりした汚れなどを定期的に、例えば月1、半年に1回とかやる、定期清掃の二つに分かれます。トイレ掃除っていうのは。で、まず、毎日、まあ、もしくは1週間ぐらいおきに、私も一人暮らししてるので、すごく、めんどくさいんですよね。トイレ清掃って、やりたくないんですよ。っていうところで、そういったところも含めて、いい、ま、日常清掃に適してる洗剤っていうのが、まあ、まさにですね、これ、トイレマジックリンさんなんですよ。トイレマジックリンなんですね。これめちゃくちゃ人気ありますね。で、日常清掃用の洗剤ってどういうものを選べばいいのかっていうと、中性の洗剤を選びます、大体。はい。で、洗剤の種類っていうのもいくつかあるんですが、中性洗剤っていわゆる、食器洗いとかでもよく使われるような、手肌に優しくて、すごくですね、まあ、安全な洗剤が多いです。なんですが、やっぱり、手肌に優しいってことは、清掃効果が若干落ちるんですよね。尖った洗剤よりね。例えば、サンポールみたいな、ああいうやつなんで、素手で触ったらまずいやつとかもあるので。で、こいつ、なんでおすすめなのかっていうと、清掃の力もですね、結構強いんですよね。まあ、中性洗剤の中ではの話なんですけれども。で、さらに、これね、反対側にひっくり返してもスプレーできるんですよ。で、トイレの掃除って、まあ、便座の裏側かけたりとか、まあ、下の裏、トイレの便座の裏とか、あと、この反ってる部分とかって、やっぱ反対側にしてこう出せる方が、効率的にお掃除ができるんですよね。っていうところがすごくいいっていうのが、まず人気があるポイント。あ、ちなみにこれ、動画の、まあ、ランキングサイトとか、売上サイトでも大体これ上の方にいます。ので、まあ、間違いないし、どこでも売ってるので、すごくおすすめです。あと、もう一個の、利点があって、これ、マジックリン、トイレマジックリンの中でも見ていただきたいんだけど、この表記があるタイプ。うん。サンプッシュ、汚れがつきにくくなる。いわゆるこれ何なのかっていうと、まあ、コーティングができるんですよね。この洗剤だと。撥水っつってポンとつくと、さーって流れ落ちるようなコーティングをしてくれるんですよ、この洗剤ついでに。で、これの利点って何なのかってめちゃくちゃこれ利点があって、まあ、汚れ落とすだけの洗剤っていうのは無数にあるんですが、こういう風にコーティングできる洗剤一緒にっていうのは結構貴重で、あんまりないです。で、やっぱりね、やりたくないじゃないですか、そんなにトイレの掃除って。なので、予防効果もある洗剤をチョイスするのが僕はめっちゃおすすめだと思います。で、これの場合は、やっぱりね、まあ、おしっことかがすぐに流れるので、匂いが出づらかったりとか、あとは、まあ、大きい方ですね、もう付着しづらくなるっていう効果があるので、これめっちゃおすすめです。あとは、こっちですね、除菌。まあ、トイレって、やっぱり、まあ、食中毒のそういう、細菌とか、あとはウイルスとか、まあ今ウイルスもすごくね、問題というか、騒がれてるじゃないですか。そういったものにも、非常に効果がある。除菌効果もありますよ。あと消臭効果もあるというところで非常にですね、日常清掃に向いていると。で、ちなみに除菌するときは5分つけ置きするそうです。はい。じゃあですね、まずこのトイレマジックリンをご紹介させていただきました。はい、続けては、定期清掃の部類に入ってくる洗剤で、2種類ですね、定期清掃の場合は使い分けが必要になります。まず1つ目、尿石。尿石何なのかっていうと、まあ、おしっこつきますよね。おしっこが蒸発します。水分が蒸発すると、その中に残っている、まあ、おしっこの成分ですね。それが層になっていくと、石みたいにこびりつくんですよね。
で、それがトイレ掃除で、おそらく間違いなく一番頑固な汚れの部類なんですよ。で、さっき紹介したこういう中性の洗剤ではまず落ちないです。はい。じゃあ落とすにはどうするのかっていうと、尿石の汚れの種類っていうのはアルカリ性の汚れになります。で、アルカリ性の汚れに対して落とす洗剤って、その逆のものを選べばいいんですよ。まあ、アルカリ性と酸性って2つあるじゃないですか。なので逆の酸性の洗剤を選びます。で、小学校とかでめっちゃ使われてたサンポールに関してはあれ酸性の洗剤で代表格で、しかもあれ酸性の濃度めっちゃ強いです。で、あれいいんですけども、サンポールって結構ねシャバシャバで、しかも濃度がめっちゃ強いので、あのトイレの便座傷めるんですよね。なんですけど、こいつです、トイレのルック。これもね、大体どこの、サイト見ても上位に来てる、めっちゃおすすめの洗剤ですし、どこでも売ってていいです。で、ポイントは、やっぱりね、反対側で使えるかどうかなんですよ。まあ、なんですか、その便座の中側の、こう、反ってる部分。あそこに当てれないと、まあ、そもそも落ちないじゃないですか。なので、これめちゃくちゃいいんですよね。シューッとつけれて、さらに、まあ、もちろんね、清掃効果も強いです。それなりに強い。ですが、濃度があるんですよね。トロッとしている濃度があって、やっぱ尿石ぐらいの汚れって、パッてかけて、パッと流して、落ちるような汚れじゃないって、こうかけて、ね、数十分、まあ、もしくは1時間ぐらい放置するのにすごく適してるんですよ。濃度があるので。で、それで最後にこすって流すとか、まあ、そのまま流すっていうので、まあ、いい。すごくいい。ついでにですね、これ、除菌効果もすごく優れているということと、消臭効果も優れているので、まあ、ついに匂い取りとかもできるので、すごくおすすめの洗剤だと思います。はい。で、最後に定期清掃。まあ、1ヶ月に1回、半年に1回の掃除に関して、もう1個が、よく、まあ、トイレの洗剤の CM で、サボタリングとか言われてることあるじゃないですか。あれ何なのかっていうと、まあ、なんですかね、掃除ずっとサボってると、まあ、内側に、まあ、汚れが溜まる、で、その汚れを食べて雑菌が湧きます、とか、カビが湧きます。で、いわゆる黒カビっすね、あれ。黒カビと汚れですよね。が、水と、当たるスレスレのところでできちゃう黒カビ。あとは、便座の裏側にも結構つきます。で、黒カビって、まあ、生物です。生物なので、基本的に、アルカリ系の洗剤で、死滅させます。っていうのも、まあ、人の手もこうそうなんですけど、アルカリ系の洗剤つけるとすげえ溶けてきます。ぬるぬるになって溶けてくるんですけど、まあ、それで、アルカリ系の洗剤で殺すことができるっていうんですが、まあ、基本的に黒カビって、色素がついちゃうんですよね。それがすごく厄介で、殺すだけじゃ、この黒い色素っていうのは落ちないです。じゃあ何をするのか、脱色、いわゆる漂白と言われる、成分が入っている洗剤じゃないと、綺麗にはならないんですよね。っていうところで、まあ、これもめっちゃ人気の洗剤で、ドメストです。ドメストは、やっぱりね、便座の裏側にかけることが多いので、これも、こう反り返っててシュッてかけれるようになっているのが特徴です。で、ですね、まずすごく人気がある製品でして、これも、めちゃくちゃいいです。まあ、つけておけば、匂いも取れるし、あと殺菌効果もあって、ついでに漂白、まあ、脱色もしてくれて、黒カビを殺すのにすごくいいんですね。ただ気をつけないといけないのが、ここをまあよく見るんですけど、混ぜるのは危険。これ何なのかっていうと、まあ、酸性の洗剤を主に混ぜると、毒ガスが発生するんですよね。なので、これと、まあ、ルックはね、これ大丈夫なんですよ。塩素系を使ってないので、まあでも大丈夫かどうかっていうのも実際試すのも怖いんで、まあ基本的に混ぜちゃダメ。酸性の洗剤と混ぜちゃダメなんですが、ただよくわかんないと思うんですよね、一般の方。なので、これ使うときは基本もうこれだけで、洗剤の成分まず洗い流してから使うぐらいにした方がすごく安心して使えると思います。はい。はい、以上でございます。まずトイレの清掃っていうのは大きく2つあって、日常清掃、まあ毎日もしくは1週間に1回程度の日常清掃と、月1、まあ数ヶ月に1回の定期清掃っていうのが2つあります。まあ用途としては、まあ日常清掃っていうのは日々使ってた、まあ、汚れをある程度落とす。プラス汚れにくくするっていうのがすごくポイントです。で、定期清掃っていうのは、まあ基本的に塵も積もれば山となる的な感じでこう積もってきて、
ったがっつりとした落ちにくい汚れを特殊な洗剤を使って落としていくっていうのが定期清掃になります。で、基本的には、定期清掃じゃないや、基本的には日常清掃に関しては中性の洗剤で、かつ汚れにくくする効果がある洗剤をチョイスするのがすごくおすすめだと思います。まあ、汚れにくくするっていうのもこういうワンプッシュでいけちゃうタイプもあれば、普通に洗剤を使った後にこういうスタンプでパスンとやることで防ぐっていうのもあるので、こういうのを併用しながらやっていくのがおすすめです。で、続けて、尿石ですね。おしっこの成分が固まって層になっているものに関しては、酸性の洗剤になるので、こいつですね。まあ、こういうもので、溶かしていくと。溶かして落としていくっていうのが必要です。あとは、裏とか便座のところに黒くなってくるものは、基本的に黒カビが主な汚れの原因になるので、こういう、アルカリ系の強い洗剤で、さらに、黒い色を脱色する、漂白の成分が入っている洗剤を使う必要があるというところで、使い分けが必要になります。はい。ではですね、この動画参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまた。